うーますーあの、風邪ひきまして、あの、皆さんに <laughs> 謝罪を申し上げたいと思います。あの、アウトサイダーズを、ね、学校、会社、サボって見ている皆さんをバカにして、本当に 申し訳ございませんでした。あの、これね、マジで、ちょ、本当にネタだと思われるかもしんないんだけどね。もう、あの、ガチで体調悪くて。あの、あ、ごめんなあの、8時47分。あの、あの会社からね、あの、こう1、2時間くらい前にね、 帰ってきまして、で、あの、体調悪いになって、もう今日ここを持ってたんですよ。ええ、あの、働きながらね、わ、まあ、鼻詰まってんな、花粉、やばいなーって思いながらね、あの働いてたらねあの、まさかのね、家帰ってきて、ね、あの、体調、体、あの体温測ったら 38.、38.3度。 あーってなったね。うん。うん。これは、アウトサイザーズ、ね。見てるやつをバカにしたからなんだろうな。タイクンウィズ、忍びを見てるやつを、ね。ネタにしたからなんだよな。パンクジャックを取り上げちゃったからなんだよな。本当にね。なんて、お詫びを申し上げたらいいのか。うん。動画ストックもね、やばいのにね。 あ、そうだ。アウトサイザーズの動画撮ろうとか絶対に思ったわけじゃないし、あの、ね、こうやってまさか動画2本量産できるとも思ってなかったからさ、ほんと反省してるんですよ。マジで。あの、今熱も測っててね。ほんとに。おちょっと、ちょっと、あ <laughs> ちょっと、っとエロいンになっちゃう。赤羽になっちゃうかもしれないけど。ああ、ああか、か。ただいまの。 体温、あち、ち、ち、あ、ちょっと下がったな。下がったんですけど、8度一部。てぼ税やす。うん、大丈夫だよ個人情報映ってるよあの、あの、この動画を通して言いたいのはですね、あの、アウトサイダーズ。あの、みんなもサボって見るべきでしたよ、本当に。本当に。 ちゃんとね、やっぱ仮面ライダー好きでしたね、報われるんだなって思いました、本当に。で、あのー、私の上司、あのー、明日多分休みますので、あのー、チャンネル登録とね、あの、高評価とスーパーチャットの方よろしくお願いしますね。で、で、で明日、明日、明日明日